まいりましたので、私から一つだけ、皆さん、この東京に数百、数千、数万の電柱があることをお気づきでしょう。首都直下型地震が起きたら、あの電柱全部倒れますよ。そして道を塞ぐんです。自衛隊の皆様、警察、消防の皆様が私たち東京都民を助けようとするでしょうけれども、おそらくというよりも間違いなく自動車が通れませんから、救援活動を遅れます。結果的に何千人何万人という方が余計に亡くなる可能性があるんです。当たり前ですが、東京のこの膨大な電柱、そこにもいっぱいありますけれども、そういうものは撤去して電線は地中化しなくちゃいけない。そのための公共事業をやらなくちゃいけない。当たり前でしょう、そんなの。その当たり前のことを言っているのが田母神敏夫ただ一人なんです。田母神敏夫だけが正しい政策を訴えています。ぜひとも皆さん、一人100票と言わない、もう1000票ぐらい持ってきてください。よろしくお願いいたします。三橋さん、ありがとうございます。一人100